さんこんばんは。天才劇団バカバッカ木村昴でございます。2020年思い返せば様々なことがございました。しかし私といたしましては2021年へのこの期待がですね混ざっておりますね。2021年に向けてのこの期待感がですね今高まりに高まっておりますね。本当に楽しみだなというふうに思いますね。2021年はですね、よりますますですね、皆様に楽しんでいただけるようにですね、頑張っていきたいなというふうに思います。まあ太ってる方が面白いと思いますので、太っているのも捨てたもんじゃないなというふうに思ってますよ私はね。でもですね上の方がですね、痩せろ痩せろとうるさいもんですからね、私はですね、まあ板挟み状態ですね。下からのね、下からの太ったままでいいんじゃないかという声と、上からのその痩せろというですねその板挟み状態でございますよ私はね。2021年はですね己の心の命ずるままに我は行くよ、さらば昴よ、ね、どうも昴でございました。失礼いたします。あれですね、もうギュッと凝縮された1年にしていこうかなというふうに思っておりますよ。牛だけにね、今の決まったんじゃないかな、牛牛っつってねえ、どうでしょうか、こんな塩梅でどうでしょうか。噂に聞きましたよ、乳首が映ってると赤バンされるっていうんで、私非常にギリギリの状態ではございますが、今黒ガムテープで乳首を隠しておりますよ。この下はですね、黒ガムテープで乳首を隠しておりますけれども、ここに来てですね一つ私の中で疑問点が生じておりますね。乳首は隠せた、それに伴い赤バンは逃れられましたけれども、この後この粘着力の非常に強い黒ガムテープをですね剥がす際にですね、私の乳首の方がバンされる可能性がございますよね。万に一つの可能性ではございますが、乳首の方がともどもバンされた暁にはですね、その取れた乳首を視聴者プレゼントしようかなというふうに思ってますよ。皆さん楽しみに。長くなりましたが最後は、サクッと締めたいと思いますよ。ハッピーニューイヤー。 TGBKTV をご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。赤間直也でございます。2021年今年の抱負は猛烈に頑張りたいと思います。牛だけに。もうとっても素晴らしい年ですよ。何が素晴らしいかと言いますと、僕もちょっとわからないんです。だってこれから2021年始まるから、つまり猪突猛進で頑張りたいと思います。特に何を頑張りたいかというと、今まで以上にダンスを頑張りたい、それから演出などにも挑戦してみたい、それから役者としても一精進していきたい、それからやっぱり彼女が欲しい、一番は爆乳の女の子ですけれど父だけに爆乳安心感ありますよねはい。明けましておめでとうございます。天才劇のバカバカの津賀康乃です。ややです。2021年彼氏を作る、今年こそは。皆さん彼氏彼女ってどこで見つけてるんですかね。マッチングアプリね、全然マッチングしてくんないですよね誰も。どんな自分になりたいか、イケイケエロかっこいい、ハニーフラッシュ。 TGBKTV をご覧の皆さんは明けましておめでとうございます皆さん元気に過ごしていますか。お正月、牛年、もうもうと、もうもう牧場のように、2021年も、走り去っていきたいと思います突っ走っていきたいと思います。2020年は、私にとってバカバカに加入させていただいたとてもとても大切な1年になりました。2020年はバカバカのファンの皆様にお会いできるのを楽しみに、牧場で精進したいと思いますそれでは皆さん明けましておめでとう。新年明けましておめでとうございます。天才劇団バカバッカの野村隆一です。昨年はですね YouTube、 バラエティ番組、舞台はもちろんですけれども、いろんなことに挑戦させていただきまして、いやもういろんな壁にぶち当たりまして、壁と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 八方塞がりでございますけれども、その壁をですね今年は、一つ一つぶっ壊すのか、よじ登るのか、ボタンを見つけてガッと上げるのかちょっとわかんないですけども、一生懸命挑戦していきたいと思いますので、天才劇団バカバッカともども本年もよろしくお願いいたします。 TGBKTV をご覧の皆さん、新年明けましておめでとうございます。天才劇団バカバッカ海口海と申します。2020年はなかなか皆さんにお目にかかることができず、非常に寂しい時間を過ごしました。2021年はもう愛がギュッと詰まった、そんな年にしたいと思っております。
皆様明けましておめでとうございます。天才劇団バカバッカ根野聡です。2020年は大変お世話になりました。そして2021年もどうぞよろしくお願いいたします。本年度の目標としましてはモテたい、その一心でございます。とってもモテたい、つまりはぎゅーっと猛烈に素敵な1年を送りたいなと思っております。こんな私ですが、どうぞ応援していただけると非常に嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。カウカウ